すごいね。やっぱね、最近はね、ドットの表現っていうのがもうなんか、一つの、これ前、おお、ちょっと待って。話してる暇ねえな。びっくりしちゃった。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと申します。このショートショートという動画は、短いスパンで古今東西のいろんなゲームをプレイしていこうという企画動画となりますので、よろしくお願いいたします。最近はですね、任天堂スイッチで遊べるインディータイトルがすごい熱いので、そこら辺をね、中心に紹介しておりますので、ですね、まあ購入の参考とかにね、よかったらしていただけるととてもね、嬉しい限りでございます。よろしくお願いいたします。ではですね、前回まではですね、ここにあるんですけど、ヨノっていうね、可愛いね、ヨノくんっていうゾウさんをね、扱うね、アクションパズルみたいにやってました。結構短めで終わろうと思ったんですけど、だんだんやってるとね、なんか楽しくなってきたんで、ずっとやっちゃってて、結構6回目ぐらいまでね、やらせていただきました。よかったらね、これもね、1000円で買えますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回はですね、前の動画の説明文とかでも書いてたんですが、このセレステっていうゲームをやろうと思うんですが、何やらこのセレステなんですけど、なんかその、一応発売前とか、まあ全く未プレイで動画もそんなに見てないんですけど、まあそうですね、その前情報として、まあまずめちゃくちゃ評価がやばいことになってる、すごいことになってるっていうことですごい期待してるんですよね。まあなんというか、ジャンルとしてはアクションで、まあなんか死にゲー、まあそうですね、まああれですね、アイワのビーザガイとかそこら辺のね、死にゲーのアイデンティティは持ちつつというところなんですが、どうやらアクションだけどストーリーもとても良くて、で、まあ僕あんまりゲームの評価っていうものは、点数とかあんま気にしない人なんですけど、まあ、それでもね、すごい国内外でも有名な IGN って、そうですね、ゲームのレビューとかやってる機関が、まあ、10点満点をつけて、まあ、近年だとマリオ・オデッセイとか、まあ、それこそゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルドとか、そこら辺と並ぶ評価をね、ちょっと得ているっていうことで、インディーなんですけどね、めちゃくちゃすごいなと思いながらね、期待の作品ですね。で、あとはそうだな、まあ、あと曲もいいっていうし、まあ、あとスチームの評価もね、まあ、バリバリに高いので、まあ、よかったら、まあ、全然こんな動画途中で切って、とりあえず e ショップにね、駆け出していただければと思います。スチームでは確か今年の頭か去年の終わりぐらいかな、から配信されてて、日本語版もありますね。で、家庭用ハードはね、スイッチが先行してね、この5月10日から遊べるらしいですね。というわけで今回はね、ちょっと前情報としてかなりね、ワクワクの情報があったんで、それをお話したんですがね、どんどんやっていこうかなと思います。で、あんまりこのショート最近言ってなかったんですけど、まあ、だいたいゲームのパート1っていうのはね、ゲームのオープニングから始まったりするんですけど、まあ僕はね、その、ゲームをやってて一番興奮するときって皆さんたくさんあると思うんですけど、やっぱり僕はね、ゲームをね、この起動するときなんですよね、一番初めて。というわけなので、ここにね、セレステがあります。お、セレステだ、興奮してきたなっていうことでね、ショート始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。さてと、死にゲーか。というわけで、一応言っとくと、僕のこのショート、あまりカットはね、まあ、ヒューマンフォールフラットとかの時は結構入れたんですけど、あまりしないかもしれないので、まあ、割とね、ダイジェスト、まあ、いわゆる、まあ、死のね、まあ、死ぬって書いてダイジェストなんですけど、それっぽくなるかなとは思うんですが、良ければそういうね、ゲームをやってる感覚っていうか、実際に触るとこんな感じなんだっていうのをね、伝えたいなっていう僕のね、ちょっと感じもあるんで、よろしくお願いします。コンセプトですね。お、かわいい。始まりましたね。ほう。山登るゲームっつってもね、僕はアイスクライマーぐらいしかやったことないんだけど、期待ですね。あ、へえ、こんな感じなんだ。なんかもう 2D のドットがすごい前面に押し出されたから、もうあんまこういう描写ないと思ったけど、3D 普通にありますね。見てください。これ、登るって書いてありますよ、これ。始めるじゃないですか。登るですからね。へえ、こういうね、なんか、いいですよね、こういうの。言語、日本語。変えられるのかな？あ、変えられますね。へえ、結構言語ちゃんとありますね、もう。バイブレーション。光、カービンモード、なんだろう。揺れの表現。この辺はとりあえずデフォにしておきますか。タイムアタック、タイマー。へえ、なるほど。こういうね、タイムアタックとかでも遊べるってことか。クレジット。あ、ごめんなさい。クレジットはまあ、終わった後見ましょう。では、登ってみましょうか。とりあえずね。これかな。アシストモードはとりあえずオフにしとこうか。
そうそう、これはね、確か前情報だと難しい時に少し手伝ってくれる。まばたきした。うん、みたいな、そういうモードらしいですね。うん、始めましょうか。主人公はマデレンかな。まあ、日本語ちょっと、マデレンでいいのかな。息をするのを忘れずに。緊張しているのかと。ちょっと待ってくださいね。はい。というわけでもう動けますね。そうですね。ちょっと日本語に名前をね、その英語のやつから、訳してるから、正しい発音かはわからないけど、主人公はマデレンでいいみたいですね。お、これもう普通に動きます。操作説明とかはないけど、あ、戻れるんだ。車乗ってますね。車はね、そんなボンと乗れるもんじゃないと思うけど、うん。この車のアンテナかな、最近見なくなったよねって感じなんだけど、なんか面白いですね。僕の今、プロコンで、すいません、僕操作してますが、まあ、基本的には B でジャンプか。すごいね。やっぱね、最近はね、ドットの表現っていうのがもうなんか、一つの、これ前、おぉ、ちょっと待って。話してる暇ねえな。びっくりしちゃった。へぇ、死んじゃいましたね。でももうすぐ戻ってこれた。そう、ドットの表現っていうのがもうなんかね、表現の、1個になったというか、昔はさ、3D っていうものがどんどん最先端だったけどね、今は表現の幅の一つとして選べるっていうのがね、いい時代になりましたよね。お、何これ。登る。親切な鳥ですね、はい。よいしょ。おー。とりあえず、これは ZL で捕まってね。で、操作ができる。へぇ。強靭ですね、マデレン。お。すいません。うん。山のトレイルですか。うん。というか、マデレンはなんで山を登ろうとしてるのかな。ドライブウェイを、僕一回死んだんですけどっていうのはまあ置いといて、はい。お、ははは。マデレンって男かな、女かな。なんていうか、アンダーテールじゃないですけど、ちょっと、そのね、性別が抽象的というかね、中性的か。うん。なんかそんな感じもしますよね。どっちだろうな。私っていうのは男も女も使うしな。セレステマウンテンは奇妙な場所だ。このね、ドットなんだけど、全く何の躊躇もなくズームアップする感じ。うん。なかなか男気を感じて好きですね、これ。何か見えるかもしれない。心の準備ができていないものもね。うん。というわけで、おばあさんはめっちゃ笑ってますが、先に行きましょう。これ絶対落ちるんだよな、どっかで。うわー、見たか。ほら、見たことか。お、今日かっこいい。あ、ちょ、はい。お、すご。ダッシュできた。大丈夫、いける。うん。それ松岡修造みたいですね。ちょっとありがたい。あ、こういう場所があるんだ。文字がない表現の仕方はかっこいいですね、なんかね。うん。あ、ここはまだ山じゃないんだ。うん、行きましょうか。見捨てられた街、登る。うん。おー、はい。全く同じスクリーンからゲーム再開できますので、進行状況は失われません。まあ、死ぬは死ぬけど、うん、やり方というか、まあ、いろんなね、再開はかなり楽にできるらしいですね。いやー、なんか面白い。そう、あとね、これ曲がかなりめちゃくちゃいいって話を聞いてたんで、めちゃくちゃ期待してます、僕は。これ
ば大丈夫いける。あ、はいはい、なるほどね。僕はちょっとね、オープニングぐらいで言ったんですけど、アイワのビザガイ、まあ死にゲーの代表格みたいなやつです。あれはちょっとね、やったことはないです。うん。動画は見たことあるんですけど、うん。これはさ、こうやって。これは、一応そうだな。最初の説明だと ZL で登るってあったんですけど、ZR でも大丈夫ですね。うん。で、これ、あーっと、ですね、どんどん死んでいくと思うんで、そこら辺はちょっとお許しくださいね。あ、やっべ。ちょっとね、まだ操作感が入ってねえや。体に。よし、OK。あれはイチゴでいいのかな。ちょっとあんなにね、置いてこれ、置いてあったらね、取りたくなるんで取ります。ガーッとつつつ。難しいなぁ。おっと。これはちょっとな、まず、とりあえず初回は、どんどん進んでみましょうか。そのうちね、自分のテクニックも多分変わっていくことですから。おー、あ、そっか、こういう風にいけるか。あー、ごめんなさい、僕、あれ、いけると思ってた。あれか、リフトみたいなもんか。ここは乗れて、おっと。へぇー。あれ、イチゴなんですかね、なんかあー、逃げられちゃった。なんていうか、あれだな。このアイコンっていうか、この e ショップのアイコン、e ショップじゃねえな。ゲーム起動するときのね、あれのパッケージのアイコンとかにもなってますけど、うん。イチゴが好きなのかな。まあいいや。おっと、おっとっと。これどうやっていくんだろう。こうかな。バネがありました。ちょっとね、序盤はイチゴとかね、どんどん無視していきましょう。そのうち自分も操作にもうちょっと慣れてくるはずなんで。あれは何だろう。てか、あっちはいけないんだよな。ちょっと待って。よいしょ。おっと、なるほどね。おっさい。あれは何なんだろう。よし。この、張り付きながら、なんていうか、ダッシュはできないですね。これどうすんの？なんかそっか、こういうね、渡り方を自分でどんどん開拓していく感じなのか。さあ、うわー、だ死にますね。ここはダメだからこうだね。うん。おー、なるほどね。やはりね、ちょっと気になるのは、まあ、言っちゃえばすごいアクションっていうか、スイッチっていうか、スイッチじゃないな、スチームさんのね、インディーのアクションっていうのは、良作は本当にたくさんあるわけなんですが、どうしてね、やっぱりこれが本当に、すごい高い評価というか、それを得てるかっていうのが、個人的にやはりとても気になるので、まあね、実を言うとこれは、5月の頭ぐらいかな。実はこれが出るって発表された時からめちゃくちゃね、やりたくてしょうがなかったんですけど。まあね、スチームでやってもいいんですけど、やっぱね、スイッチでできるっていうのはね、やっぱり PC っていうのはね、できる環境というか、たまに困ることが起こっちゃったりするんですが、スイッチだとまあ、とりあえずそういうのはないかなっていう安心感はあるんで、あとね、スリープとかも結構楽だしね。うん。お、なにこれ。広告みたいなもんですかね。おっと。あれだね。足場に見えて足場じゃないところがあるから気をつけようって話だね。うん。よいしょ。そっか、移動的にダッシュはないけど、まあ、ダッシュっていうのがこのね、加速モードみたいなもんなんで。おっと。はい。これはどこに貼り付くかっていうのを考えるべきだよな。うん。こうやって張り付いて、落ち、あーっつ。難しいですね。でもね、本当に死ぬけどテンポ感はすごいいいね。なるほどね。よいしょ。あーっつ。張り合ったんだっていうね。あ、届いたね。うん。
まあ、あれですね、アクションゲームはなんか結構小刻みに止まるよりはね、バーッといっちゃった方がいいみたいな例がありますけど、今はね、そんな感じだったかな。よし、OK。OK、これでいいか。へえ、こうやってなんか連続的にステージが来るの面白いですね。これはどうするべき？まあ、イチゴはごめんね、ちょっと無視しようか。まあ、イチゴって言ってるけど、イチゴじゃなかったらどうしようって僕思ってるんだけど。え、これは何？あ、こうでいいのか。で、これがきっとこうやって来るから、あっつ。なるほどね。入れておいて。あ、上をさーっといけるかな。うん、こういうなんか、解き方を発想していくっていうのは面白いですね。ちょっと待った、死にすぎだな、どうしよう。少し冷静になってみようか。OK。さてやってきました。これはね、どうしようかな。じゃあ、あっち行ってみようか。分岐あるの面白いですね。うん。こっちでもいいし、こっちでもいいって感じか。ちょっと安牌なルート行きますか。あ、いけねえや。これはさ、うわぁ、なんの、下はいいけど、上から落ちるのはダメか。よいしょ。あー、滑るね。うん。まあ、これ何コンがおすすめっつうのはまあまだやった人なりだと思うんですが、まあとりあえずね、これはプロコンでガッチリ遊んじゃうのがいいのかなと思いますね。うん。まああくまで僕の環境ですが。というかね、プロコンというもの自体が使いやすすぎてね、なんかもうすごいなって思うところなんですけど。このね、プロコンは僕結構コントローラー市場ではなかなか好きですね。まあ僕、箱コンとかは正直言うと持ったことない人間だから、あんまりね、それでコントローラー語るなって話なんですけど。よし、ああ。わかんねえや。え、というか何これ。ダッシュは一回しかできないのか、これ。そうだよね。あ、でも、これはこうはできるのか。だからこうさ。うわぁ、頭打っちゃった。ちょっと最後の挑戦にしますよ。死にすぎるから。あ、いけた。いける。オッケーオッケーオッケー。ま、やっぱイチゴ集めみたいのあるんだな。これ帰れんのこれ。あー、帰れた。オッケー。へえー、すごいな。あ、ちょっと、ひどいですね。一回やり過ごしましょうか。多分こっちからはいけないから。そうですね。髪が青くなってるとき、ダッシュをした後は、どうやら、空中ダッシュは一回ドミノらしいですね。うん。ちょっと今上に高めに飛んだな。これはどうする？おっと。あれかな？これはさ、きっと。だよね。オッケーオッケー。あれ？こっち来てよかったのかな？ちょっと上行くべきだったね。オッケー。ちゃんとジャンプするとちょっと高いところに届きます。ただこれってどこに行くんだろう？こっち間違ってるかな？どうやら上に上がれる感じはしないんで。あつ。どうやら、繰り返しちゃったみたいだな。あ、ジャンプのタイミングですね。よいしょ。飛んで。ちょっと戻りましょうか。あっちに行かなきゃいけないか。多分、おっと、怖い。戻りますよ。多分、じゃあさっき覚えたテクニックを使えって話か。OK。なるほど。こうやってね、どんどん学んでいけるわけですね。おっと。あれですね、ちゃんとこのジャンプ台のね、スピードに乗っていけば、届くところもあると。おっとは。変にダッシュはつかない方がいいか、ここは。まず飛んで、で、こうで。イチゴは僕に恨みでもあるんですかね。うん、ここはいいか。一回戻るか。多分行くべきは上だよね。うん、OK。ここはどうすんだ、これ。おっとっと。え？これどうすんの？あ、届いた。これは、あれを取るともう一回ダッシュができるのか。
なるほどね。これでどう？よし、OK。これで、あー、失敗したな。ここで使うべきじゃなかった。うん。ここは C ですね。うん。もう一回。で、一段が、あー、足りなかったね。うん、面白いですね。よいしょ。あとね、やはりストーリーがすごい気になるんですよね。どういう話なんだろう。あっち、オッケー。で、休憩して、上がりましょうか。あっち、そんな方向に飛んじゃうか。といっても、これはこれでダメだしな。あ、上だった。なんていうかね、やられるときがちょっとロックマン感あるなと思うんですけど、まあ SE は違うけどね、うん。よいしょ。これで。よし、OK。ここは山なのかって感じもしますが、おっと。はいはいはい。こっからどうやっていくんだろう。あれにはちょっと持っといた方がよかったな。うん。あれにつかみ上がりいきますか。うん、きっとそれでいいはず。あ、しまった。うん、これは失敗ですね。よいしょ。おっと、これはダメだ。しかしすごいテンポいいですね。このやられたから戻るまでが。うまくつかめないな。よいしょ。意外と上方向にキー入れた方がいいかもしれないですね。で、これを、OK。でだ、届くのかな、これ。届いた。これいい調整してんな、これ。で、あ、うん。今のちょっとね、気合が足りないですね。高さも足りない。OK。おっと、あー。おー、なんだ。なんか今、点滅状態になってたけど、あれは何だったんだろう。よし。たどり着いたかな。一旦休憩ポイントですかね。ちょっと待って、ポーズ開いてみましょうか。保存して終了もある。横はいけないと。うん。まあ僕もかなり死んだんですが。はいはいはい。これはなんだ。本当だよね。結構死んだよ。あ、なるほどね。竹木か。青い鳥ですね。頭につくの？すごいな。うん。マデレンはね、どうして上を目指していくんでしょうね。うん。はい、なるほど。これでね、このね、鳥を全く気にしない感じはね、なかなか強い子ですね。まあ、そうじゃないとね、やってらんないですから。OK。うん。では、チャプターは続いていくみたいですが、うん。とりあえず僕の動画は30分からまあ20分ぐらいを目処にしてるんで、まあ、キリいいかなと思います。うん。パート1はこれでね、ちょっと締めようかなと思います。で、とりあえずなんですが、まあ、やはりね、ちょっと死にゲーではあるんですが、すごくね、まあ僕でも全然できるというか、まあ、やり直しがね、すぐリトライできるんで、そういうところもいろいろ含めて、まあ BGM も最高ですし、とりあえずまあ気になったらもう e ショップにかけていって、まあもしくは Steam にかけていってもいいんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、とりあえずやってみてください。まあ死にゲーなんだけどね、やらずに死なない方がいいかなって僕はこれは本当思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ続きはね、またどんどんやっていきます。じゃあね、ショートショートはもう少しセレステが続くと思いますので、よろしくお願いします。じゃあね、お疲れ様でした。ありがとうございます。